どうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢とマリサだぜ。テント取れ楽だよ。どうも、昨日の地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたします。昨日の巨大地震、すごかったわね。うぷ主のとこにも緊急地震速報なったんだぜ。逆に東京の方は特に被害なかったそうですよ。僕の地域も被害なかったみたい。でも関東で震度3だからものすごく強いだってことがわかったよな。一夜明けた現在も余震が続いてるようですね。北陸にいる皆さん、そして北陸に旅行に行ってる皆さん、高台に逃げるようにお願いします。そして海岸には絶対近づかないでください。ちなみに飲み込まれたら危険です。ニュースの情報をよく聞いて必ず避難してください。ってことで、まあ新年早々こんな巨大地震が起きてしまったんですが、気持ちを切り替えて実況していきたいと思います。ちなみにこのゲームの撮影したのは地震発生の数分前ですよ。ということで、怖いおばさんがいる保育園から逃げろ、スタートです。改めましてこんにちは、大ちゃんです。早速簡単モードでやっていきます。今回はこの電話してる人から逃げるのよね。ここで注意だぜ。うぷ主は最近アスレをしていなかったせいか、アスレ力が衰えてるんだぜ。何度か起きたり触れたりしてやり直しが続くから、それでもいいよって人は最後までゆっくり見ていってくれなんだぜ。最近とあるスチームのゲームにハマってしまいまして、そのゲームをしてたからアスレの練習とか全くしてない状態が続いて、アスレ力が力尽きつつあるって感じだな。画面ではボタンを押して出口を開けたな。このおばさん電話して脱出してることに気づいてないな。このおばさん全然気づかないな。よし、脱出しちゃおっと。みんなどうしたの？ライトレンザ喋ってる。いやいや、聞き間違いに決まってるよ。落ち着くんだぜ。ライトレンは人形なんだぜ。人形だから喋るはずがない。じゃあ一体今の声は？まさしくこの俺だぜ。ベイベイ。やっぱりダイトレンが喋ってるじゃないかよ。なんでみんな信じてくれないんだ？ねえ、君本当にダイトレンだよな。そうだけど。それもあった。ダイトレン。いや、普通に言ってるんですが。全然状況が読み込めない。ダイトレンに霊が取り付いてる、とか？いや、そんなはずないじゃないか。だってずっと社長室に置いてあったんだよ。確かに、僕も社長室に置いてあったの見たよ。うむ、これは人形に魂が宿ったとしか思えないな。視聴者の皆さん、これからもよろしくね。やばいな、普通に可愛い。まさか、ダイトレンに魂が宿るなんて。こんなこと今までなかったのに。今後のロブロックス実況で映像に映るのはこの僕が担当するよ。大官のキャラだから宣伝目的でもあるんだよね。まあこれからもよろしく。やばいわ、うちの会社のキャラが自ら宣伝目的で動き出してやがる。さすがだわ。ってことで、どこかの場所を抜け出して換気扇の中に入ったよ。足首をくじきました。ダイトレン、大丈夫か？平気だよ。足首の骨折れたけど。あ、電話してるおばさんいる。全然気づいてないや。今のうちに逃げちゃえ。あれ、ダイトレンくん、なんでそんなところにいるんだい。こら、待ちなさい。やばい、逃げろ。ダイトレン、急げ。このボタン押して。こらー、待ちなさーい。逃げるんだよん。じゃあな、おばさん。誰がおばさんだって、そんな言葉どこで覚えたんじゃ。ゴルアー、えへ、一丁上がり。今度見つけたらただじゃおかないわよ。えへ、悔しがってる姿見るの楽しいぜ。いや、普通にヤバいな、ダイトレンの性格。まあでも可愛いに越したことはないんだぜ。あれー、ボタン押しても反応しないな。ダイトレン、ここは一旦リセットしようか。多分バグかも。わかった、リセットする。よし、リセットしてきたよ。お、復活してる。やっぱバグか。とりあえず進んじゃおうぜ。了解。うわぁ、このブロック重たいな。よし、積み込み完了。この上からのジャンプならいけそうだな。足首をくじきました。また足首の骨折れたけど平気だぜ。へえ、お次はこのブロックを換気扇の真下に積み上げて階段を作るぜ。ダイトレン、頭いいな。魂が宿ってからもうすぐ半年が経つけど、全然動けなかったのに、なんか神様が動かしてくれたみたい。自由に動けてめっちゃ嬉しい。やばい、めっちゃ可愛い。半年前に魂が宿ったって。半年前って言うと、ダイトレンのキャラクターが登場した時なんだぜ。マジかよ、その時にはもう宿ってたのかよ。なんかすごい展開になってきたぞ。やべえ、そろそろ時間になりそう。ダイトレン、とりあえず一旦終わらすよ。了解したぜ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくだぜ。これからも大観旅客鉄道をよろしくね。それではまた次回お会いしましょう。サラダバー。